ただいまから定例記者会見を開催いたします。市長さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは前橋市役所市長の定例記者会見を行わせていただきます。まず最初に、本日午前11時、前橋市役所におけるゴミ収集車の中で火災が発生をいたしました。火災の原因は枝のついているコンロを火をつける場合の、なんていうんでしょうか、ライターが、ゴミの収集車、爆破車の中で火災を発生したものであります。まあ、こういう事故が最近いくつか出てきておりまして、ぜひ市民の皆様には、ゴミに関するエチケット、マナーをもう一度、再確認をいただきたいと思って、お願いをしたいところです。実は前回、ごめんなさい、ついてた。実は前回はもっと深刻な問題がありまして、カセットコンロのボンベ、これによって、パッカー車が全焼し使い物にならなくなったという事案も発生しております。また荻窪の収集場の中では大型のガスボンベが、これもゴミと一緒に混入をしているという事案も発生しております。まあ、非常にリスクの高い、ゴミの不法なマナーによって、不当なマナー不足によって非常な危険、あるいは市民の財産であるゴミの施設、あるいはパッカー車等が使い物にならなくなるというリスクもありますので、ぜひ注意喚起をお願いしたいと考えております。さて、同じように危機管理上でございますけれども、現在本土に向かって進行しております台風6号、本日の夜半から明日未明にかけて本市、前橋市に最接近をするということになっております。これにつきましては、大きい型の台風ということがゆえ、本日午後5時、気象庁、前橋気象台から発表されます警報につきまして、もし深刻な状況であるとすると、市民に向かって防災ラジオ、あるいは防災ツイート等によって緊急告知をしなければならないと考えております。現在、前橋危機管理室として各支所あるいはサービスセンターに対しまして土のうの緊急配布を本日午前中に完了しております。どうか市民におかれましても今後とも災害情報に向かってご注意をお願いをしてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。次に、消防関係で合わせましてのお話でございますけれども、スリランカに対します消防車のご提供、寄付と申し上げてよろしいでしょうか。スリランカ政府に対して、消防車をご寄付することとなりました。その寄付のセレモニーが今週行われる予定になっています。スリランカのバーナガラ・ウパティッサ大統領顧問が、本市を訪れ、贈呈式を行うこととなりました。これはすでに28年間前橋市民の治安を消防活動を行っていただいた、前橋の、はしご車でありますけれども、非常に管理体制が良くて、見てみると新品かと思うほどですよね、消防局。はい、運だそうです。いや、僕もこれ新品かよと、もったいねえなと思うぐらいの素晴らしい消防車です。30年間現役で守っていただきました。この実は車輪がですね、右切ったら後輪が左切れたりですね、なんていうんですか、蟹型走行が可能な特殊車両でございまして、非常に運転大変だろうなと思いますが、スリランカ政府の要望もいただきましたので、ご寄付をすることとなりました。なお、このウッパティッサ特別、スリランカ政府の特別顧問は、高名なご僧侶だと聞いております。実はこのウッパティッサご僧侶の、呼びかけで、今からやはりこれも数十年前に前橋市民がスリランカの政府に対しまして、実は前橋という名前のついた幼稚園を建設しているということも
実は明確になりましたものですから、その当時の寄付をされた方々の関係者も呼びまして、このバーナガラ・ウッパティッサ特別顧問さんに対して、我々も昼食会を予定しております。まあ、この際にオリンピックの招致についてのいろいろな取り組みについて、またせっかくの機会ですから、お話をさせていただければありがたいなと考えております。さて、その次に、教育委員会からのご報告でございますけれども、学校における自然体験活動の進めというガイドを、前橋市における小中学校のすべての教職員の方々に、配布を行い、子どもたちに対する自然体験の取り組みを少し引っ張っていただきたいというお願いをするために、このようなリフレットを配布をさせていただくこととなりましたので、これも併せてご報告をさせていただきます。さて、次はこのペーパーでございますけれども、オープンカフェの社会実験の募集のご案内でございます。今回は先般は実は前橋の中心市街地にあります旧の広場という、まあ、繁華街、まあ、飲食店街の真ん中の旧の広場のオープンカフェの事業者の募集を、これ記者会見ではしてなかったと思いますけれども、募集をしておりますけれども、今回は実は日焼き並木のオープンカフェの事業者の募集を申し上げさせていただいております。本当に欅並木は前橋の顔、まあ、何もないとよく市民に怒られますけれども、欅が立っていると、まあ、それだけで僕は前橋らしいと思うんですけれどもね。それでもやっぱり賑やかでなくてはいけないということで、今回キッチンカーを何台か募集をいたしまして、賑やかな駅前通りを演出してまいろうと考えています。まず昨年のイルミネーションで、今回のオープンカフェ、まあ、こういうような取り組みの中で少し賑わいの創出に努めてまいりればいいなと考えております。用意した案件は以上でございますので、これにつきましてのご報告、何か足りなかったかな、はい、用意した案件は以上でございます。それに付け加えまして、私の方から若干追加をさせていただきます。まず最初に台風の接近中の中、カモでございます。まあ、カモが広瀬川に7匹の赤ちゃんじゃないかな、卵を産みつけて、そこで抱卵している、卵を抱っこしているという市民通報があり、まあ、それに対応して行ってみると、水位が低くなった川面に石と石の間にいっぱい溜まっている枯れ枝の上に巣を作っている事態を発見しました。そして水位の管理者である広瀬川、桃の木川、用水組合に確認したところ、これが、まあ、月曜日昨日から水位が上がるということで、まあ、緊急処置をして、まあ、浮き台の上にこの巣を乗せている、この作業を前橋消防局アニマルレスキューの皆さんと、そして地域の市民たちと共同作業を行いました。ところが、兄はからんや今回の台風によるリスクと、そしてやはりこれが揺れるものですから、浮き船状態の中で揺れるものですから、いつしかこの母親と卵の関係の親子関係というんでしょうかね、うまくいかなくなるようなリスクを感じながらおりましたけれども、今回台風接近の中、やむなくこの7つの卵を、日本野鳥の会、どこに預かったんでしたっけ、担当者いませんね、林業試験場じゃないですか、そうですね、群馬県林業試験場内にある野鳥センターで卵7個をお預かりいただくということになりました。したがいまして、昨日あたりはこのぷかぷか浮いている巣を見に来る子どもたちがたくさんおりました。また冷たい水の中で作業をいただいた、この作業をいただいた消防の局員の皆さん、あるいはお手伝いいただいた市民の皆さん、大変これから毎日子ガモが生まれるのを
楽しみになどというご意見をいただきましたけれども、まあ、残念ながらそういう形の中で、別々に、フランキの中で卵を預かるということになりましたものですから、その旨もご報告をさせていただきます。またたくさんの方々にお礼を申し上げたいと存じます。さてその次に、ペーパーが言っておりますでしょうか。私の資産報告書が出てきております。皆様方の資産報告だと総括一括で出ておりますけれども、実はこういう中身でありまして、市長給料としての1600万円、そして私が家業として、亡くなった父親から引き継いだ事業の給料としてのお金、そして幾団体側から私が市長として役を受けている団体のお給料、これらを合わせまして、現在新聞で発表されております2300万円なんぼというお金になっておるわけでございます。市長給料だけで値段という誤解もいただかないためにも、まあ、やっぱりこうしてお出しするべきだろうと思います。また私なりに市長というコス給料をいただいて、それによる当て職としていろいろな団体の私は理事に就任しているわけでございまして、この理事としての報酬をいただくことがいいことか悪いことか私非常にいつも思っておりまして、前橋市長としていろんな役職を受けているわけですから、まあ、そのあたりのことを、まあ、今後市長会等に通じてやっぱり山本龍らしく働きかけていくべきではないかとなど考えているところでございます。そして2つ目は先般、私どものリフォーム補助の廃止について、まあ、記事をいただいていた報道機関がありました。まあ、確かにその通りでございまして、我々とするとそのリフォーム補助事業が国の補助事業がなくなったがゆえに、まあ、今回我々の事業の予算から割愛をさせていただきました。ただそれに基づいてただなくすのではなくて、それを変わる何かを作っていく、まあ、ある意味我々がスクラップ&ビルド、常にレビューを行い事業の淘汰あるいはプライオリティを考えながら予算を組んでいる、まあ、それの逆には、まあ、証しだろうと思います。まあ、常にそのように事業の淘汰を進めておるということだけ、まあ、本日はお伝えをさせていただければいいなと私は考えております。ほとんどの予算を私どもはサンセット方式、いつかは日が沈む、必ず日が沈むのでありますからサンセットをし、またそれがいいものであるか悪いものであるか、まあ、1年間休んでいいものだったらまた継続していく、まあ、そういうレビューのサイクル、まあ、PDCA サイクルといえばかっこいいですけれどもをやっているつもりであります。まあ、その中の一つのコマとして、ご報道いただいたわけですけれども、たくさんの事業で勇気を持って廃止をしております。そして廃止の裏側にはきちんとそれの廃止に伴うところの代替処理である代替事業であろうとか、あるいは別の形でその課題を支えるような事業も当然進めているということだけお話をさせていただきたいと思いました。そして最後に今回先ほどスリランカのお話の中でオリンピックの招致についてのお話をさせていただくと皆様方にはお伝えをいたしました。オリンピックのペーパー、それは日本語版だけですか、まあ、英語版も作っておりますのでお渡しをする、英語版ですね、もう英語版も作っておりますのでお渡しをしたいと考えておりますけれども、まあ、これにつきまして実はスリランカのオリンピック委員会はすでにある都市と協定を結んでいることが分かりました。だからもうすでにいろいろな都市がですね、オリンピックのに絡めていろいろな協定を結んでいる、中にはそこを結んでおられる都市はですね、茨城県のある某市でございますけれども、
すでにスリランカの子どもたちとの交流事業、あるいは日本文化とスリランカ文化の交流、あるいは古くなった学校のスポーツ用具をスリランカに対してご寄付をする、あるいはスリランカの中学校のへの訪問事業、まあ、こういうようなことを包括して提携をしておりました。まあ、前橋市がやろうとしていることが非常に他市に比べて、リードしているのかと思いきや、全くそれ以上に進んでいる都市があるということを私はこの機会に確認して、まあ、驚きとともにまだまだスピード感を増していかなくてはいけないなと、まあ、考えた次第です。まあ、それにつきましてもやっぱり都道府県として、まあ、やっぱり都道府県がもう少しリーダーシップを発揮していただいて、こういうことについて市町村では届かないこともいっぱいあると思うのですね、リーダーシップの発揮を、まあ、お願いしたいと考えております。まあ、この他にもいくつか指針を述べたいことはいっぱいありますけれども、まあ、以上申し上げて、とりあえず本日の案件の説明と会見の全体を終わらせていただきます。ありがとうございます。これより質疑に入ります。今月の幹事社であります日本経済新聞社の塚本さんに進行をお願いいたします。はい、幹事社の日本経済新聞の塚本です。はい、よろしくお願いします。まずごみ収集車両の火災なんですけれども、こういう事故がですね、年間でどのぐらい起こっているのか、最近はですね、で今年に入ってはどのぐらい起こっているのか、あと先ほど市長が例に挙げられたですね、カセットコンロのボンベの件ですけれども、これが日にちがいつでですね、まあ、被害額等分かることがありましたら教えてください。はい、じゃあ担当の、はい、じゃあお願いします。まず最初にどうぞセンターで。ごみ減量課長の穂崎です。よろしくお願いします。先ほどの件数でございますが、26年度につきましては3件ございまして、25年度につきましては少し多く5件という格好でございます。どうしても不燃ごみの中に今回 そのライター類、あるいはカセットボンベ等が紛れ込んでしまう、収集車の担当職員が外しているんですが中に紛れてしまっているケースがある、押し込んでいくために圧力がかかってしまうためにそういった出火という形になってしまうという形です。幸い今回につきましては車両の損傷についてはほとんどなく、まあ煽りというんですか、よくゴムのホローがありますが、こう後ろが開くところのホローを少し焦がした程度で車両については損傷がほとんどない、あるいは人身についてもほとんど人身についても全くなかったというような形で今回は難を免れた格好でございます。前回については、まあ、車両全体がダメになってしまったというのが現状でございます。前回ちょっといくらぐらい、ちょっと今数字持ってませんので最後までに確認しておきますので、はい。まあ、それにしても炉の中でボンベが跳ねれば炉がもうたとえ1日使えなくなっただけで、まあ、1億2億簡単な数字でございますので、やはり市民のもう一歩ゴミに対するマナーをもう一度よろしくお願いをしたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ続けてオープンカフェについてですけれども、昨年は中心市街地で終わりになっていることでしたけれども、これまで昨年の例も含めたこれまでの経緯と実績とですね、あと今年については、これ何件ぐらいの事業者を募集するのか、あと来年以降今後の展望どういうふうになってほしいということがあればお願いします。担当者おられる。はい、じゃあどうぞ。政策推進課の小林です。まず最初に、これまでの経緯でよろしいでしょうか。先ほど市長の話にもありました旧の町の方とはまたこちらの欅並木とあとは新米橋駅前というのは別で行ってまいりました。で、
経緯とも言いますと、特にその前橋駅前の欅並木通りについては、勉強会という形で地元の商店街の方ですとか、あとは市と、あとは工科大さんとか大学とかと入って活性化についていろいろ検討を重ねてきた経緯があります。でその中で商工会の方で、社会実験として無料でオープンカフェをやっていた経緯が24年度からございました。あとは、欅並木フェスタというのが毎年9月に、開催しております。そこでもその時には通り一帯をオープンカフェ、これがまさしくその写真なんですが、このような形で、キッチンカーですとか、あとはオープンテラスも出して、いろんな団体さんにも出ていただいています。でそうした中でやはり一時的なものではなくて、もう少し長いスパンでもう少し事業者の方に入ってもらうような形が必要なんでないかということで、今年度オープンカフェを期間が長くして実施する運びとなりました。で2つ目が、あと何台ぐらい、はい、で正直これまで事業者の募集自体が実際経験がないのと、想定自体は今のところありません。で目的とすると、にぎわいの創出なので、いろんな人が来ていただくというところが最終目的なんですが、事業者の方自体、キッチンカーをやっている方が、果たしてどれだけ欅野並木に魅力を感じて応募してくださるのかというのも含めた社会実験だと考えています。スペースとしては最大どのぐらい入れる？そうですね。キッチンカーのスペースとすると、本当に車庫1台、民地をお借りしているので、車庫1台分のスペースで、その前に、オープン、パラソルとパラソル2セットですので、まあ、8人掛けのスペースはございます。それと、それを新たに設置するのと、もともと欅並木通りにはベンチも備え付けてありますので、ちょうどこれからの時期、多分欅の木陰で、涼んでいただくのにはいいかなと感じています。同人じゃないのは店が一つ、そうです、はい、ただ事業者の方もずっとっていうのは、多分個人的にこれまで食べて聞き取りをした感じでもずっとは厳しそうですので、反対に少しの間だけでもお昼時間、夕方時間っていうのを切り分けて、参加者にとっても事業者にとっても出やすい、反対に食べる人とか飲む人にとってもいろんなものを食べられたりとか、日によって試せるっていう意味でも、まずはいろんな、どれだけ募集があるのかとか、そういう募集を図った上で調整をしていきたいと思ってます。一度に出せるのは1台だけれども、はい、いろいろ出たり入ったりしてもらって、そうですね、はい、そうです。あと新前橋の駅前でも計画してるんですか？はい、で新前橋の方はもともとお店店舗がかなり多くありますので、基本的にその店舗の前にパラソルセットを置いて利用していただくということを考えています。既存の店舗にオープンカフェを出して、そうです、はい、社会実験としてはもう市で初めてってことに、そうですね、市としてっていうことでは、はい、駅前を使ったこととしては初めてになります。はい、中心市街地やった分については実績がどうだったかとか、そういう話は今持ちます。そうですね、去年、昨年度、それ昨年初めてやった、そうですね、今年もまたこれから多分もう報道に出てると思いますが、6月から多分企画賞受付だと思いますが、はい、はい、どうぞ、おいくら、はい、損傷してた車両に、はい、申し訳ございません、昨年度ですか、今年の2月、損傷した車両につきましての価格については大体550万程度なんですが、
今新しく買うとしますとですね、700万の予算を組んで購入すると、現在のパッカー車の車両につきましては1台あたり約700万というふうな形でお考えいただければいいかと思います。お願いします。保険が入ってた、あ、前のやつは保険は、はい、じゃあ今お金で保険で買えるわけ、あ、すいません、前回は、はい、保険はしかないです、すいません、まあそういうことでございました。去年の旧の広場、街の中の繁華街のオープンカフェはあまり人が入ってなかったですね。あの程度であったら、もったいないなと私も思っておりますね。それ以上にすればいいなと思います。また駅前も既存店の 前にも置けるんでしょ。駅前もキッチンカー限定なの。下馬将軍が例えば毛線引いてそこでお茶出す、和菓子売るみたいなこともできるんでしょう。こことりあえずキッチンカーを募集して、別途近隣の商店街、あ、分かりました、そうしてくださいますね。それもいいんじゃないですかね。やっぱりキッチンカーばっかりだと、また逆に言えばキッチンカーを買うお金もない失業している若者なんかにキッチンカーを貸すようなインキュベーションも僕は必要だと思っていますので、また追っていろいろな形で、ベンチャー支援の事業の中でやっていければなと考えています。はい、よろしいでしょうか。はい、分かりました。はい、あ、重ねてるどうぞ。あ、じゃあよろしいですか。あ、はい、じゃあ案件についてその他各社どうぞ。オープンカフェの追加で教えていただきたいんですが、これオープンカフェとは言って通りと言ってるんですけど、置くのは通り沿いじゃなくてその空き地になるわけですか。いや、通り沿いですよね、はい、歩道です、歩道上です。あ、歩道上で良いんですね。はい、欅通りの歩道上の広い歩道に並べさせていただく。そこ西側空き地って書いてあるのはどういう意味。キッチンカーの歩道にはやはり車が乗り上げられないので、キッチンカーを置く場所がちょっと認知を感じて、パラソルを置く場所はその前の歩道上に。あ、じゃあやっぱりこう形としては歩道のところにこう並ぶ形だ、はい、ということでいうよ、はい。ちなみにこの空き地っていうのは市の私有地なんですか、それとも借り上げたり。いや、民地ですよ、お借りして。あ、民地を借り上げてやるわけです。総合新聞の前原です。キッチンカーの出店者募集の関係でもう一点伺いたいんですが、新前橋駅前の駅前通りでも社会実験を行うということなんですけれども、こちらのキッチンカーの募集はまた別途行うということでしょうか。はい、基本新前橋の方では既存の店舗がもうすでに8店舗参加したいという希望がございましたので、やはりパラソルあってのオープンカフェになるので、歩道のとの関係もございまして、新たにキッチンカーの募集は予定はしてません。ではいつ頃オープンカフェっていうのは、あ、はい、6月末、最終週6月末の予定です。一応5月の、20日過ぎに道路所有者である県土木ですとか市と、あと商工会ですとか事業者さんを集めて協議会を立ち上げて、その際にいつから一緒にオープンしましょうということを決定する予定です。では開設の期間というのはこちらの欅並木通りと同じ6月末から11月末までの期間で、はいはい、新前橋駅前でも行うということで、はい、そうです。はい、分かりました。ありがとうございます。案件について他にありますでしょうか。また案件以外でも結構ですので各所質問をお願いします。読売新聞の鈴木です。はい、まもなく
北関東ブルベ開催されますけれども、はい、改めてあのブルベ開催についての意気込みをお聞かせいただければと思うんですけれども、まあ、意気込みはもうユニフォームグリフィンの注文してますので、どれだけ焦げるか、まあね、冗談です。でもやる気、自分自身も参加する予定ですけど、やっぱり北関東4県、あ、ごめんなさい、4市連携っていうのはこれからあの実は大きな力になるんだろうと、それは確信です。まあ、この間の県民賞を見てみたら、随分栃木が全国知名度41位で僕たちよりも上になってしまったということですけれども、まあやっぱりじゃあ栃木に引っ張ってってもらえればいいわけですからね。あのとにかく北関東3市、まあ、都道府県同士がもっと仲良くすればいいんだけども、そんな感じもしてませんから、もう都市間連携であの北関東の魅力度アップ、この間も申し上げた通り茨城空港発のチャーター便をどれだけ群馬県あるいは前橋高崎が応援できるのかとか、あの日立中の港、そういうことも含めまして、僕たちはこのブルベが一つ の、まあ、あのイベントですけれどもね、そこでまた四市市長が顔を出して、交流を深めていくということが次の都市間交流プラス都道府県のユニットの基礎になると信じてますので、まあ、これはそういう意味合いの起爆剤の第1弾から、具体的事業とすると四市連携は最初でもですもんね、まあ、やっていればいいなと思います。どうぞ、あの足に地盤の方は一緒に回らせていただきたいと思いますので、20時間ぐらいで回るということです。さあ、よろしい、はい、すいません、あの時事通信の小島と申します。あのちょっとあれなんですけれども、あの大阪市の方にですね、あの何でしょう、あのまあ、大阪と構想というね、あの、まあ、市を分けて特別区を作って、まあやろうという住民投票が行われることになっているんですけれども、この、まあ、構想について市長としてはどういうふうにお考えなのかなというふうに思いまして、ちょっとお考えをお聞かせいただければと思います。もう大賛成ですよね。都道府県いらないというのはもう誰もが明確なわけでしょう。やっぱりあの国、都道府県、市町村っていうこの三層構造の中での閉塞感をまともにやっている地方政治家ならみんな思っている。ならばそれの変革をどうにやっていくかとすれば、大阪都あるいは北関東市道州制構想、そこに行き着くに決まってますよ。今の形でいいと思っている人がいるのですか。それは仕事をしない人はそうかもしれませんけれども、何かこの自分たちのふるさとに一歩デザインをかけていきたいといったときに、デザインかけようと思っている筆を取り上げられるわけですからね、国と県に。そんなことがあっていいはずないですよ。やっぱり僕たちは自らの一番知っている、どこの角に何があるまで知っている、やっぱり市町村の政治家が自分たちの市町村をデザインをしている、そういうふうに決まっていると私は考えております。また大きくなりすぎた大阪市というものを小さなあのいわゆる特別区に分割していく、そういう仕組みっていうのは当たり前のことだろうと思いますよ。あの応援しています。はい、何かあの前橋市と群馬県の間で、前橋市と群馬県の間でなんか二重行政があったりとか、そういうことはあるんですか。それまさに二重行政じゃないんですか。二重行政の塊じゃないんですか。何か具体的にそういうものがあったりするのかなと思います。そうね、僕が一番欲しいのはハローワークだよね。ハローワークを国から取りたいよね。僕もっと欲しいのは農地における初期制だよね。それも都道府県からもらいたいですよね。もらいたいことなんてやる気のあるリーダーだったらいっぱいありますよ。きりないよ、言い出せば。それが僕たちではない人に二人羽織じゃないですか、まるで。そこを変えていく、そういうべきだろうと思います。まあ、それにはやっぱりこの中核市というこの都市制度の
閉塞感も感じているし、まあ、今回の中核市市長会において僕たちは、あ、僕たちはではないですね、前橋市は、権限移譲プロジェクトチームというチームリーダーとして前橋市は中核市市長会の中で今回いろいろな発表をするつもりでございますけど、ぜひ中核市市長会、皆さんももしまだ前橋におられる任期であったら立ち会っていただければと思いますけれども、そういうことがプロジェクトチームのチームタイトルになるぐらい僕たち中核市市長会では権限移譲どうやって実現をするのかっていうのが喫緊の課題ですよね。まさに僕以外の今中核市50市約50市ありますけども、みんなが思っていることだと思います。まあ政令市になってしまえばね、自動的に制度として取れるから、それはじゃあそんなにやりてんなら政令都市になれよということですけれども、それは自分でふんがふんが言ったってね、お隣の市町村とやるしかないわけですから、それはもう現実的な課題ではないとは思いますので、まずは今の中核市という枠の中でどれだけのデザイン力を僕たちがもらってキャンバスに迎えるかだと思います。じゃあ続いて恐縮なんですけど、先ほどなんか市長の所得の公開があったんですけど、あれでなんか市長の給料が1600万円、あと、いろいろあって、職でなんか理事とか、あったね、いっぱいね。でありましたけど、これは、土地改良事業連合、これが定職でこう、そういうお金がもらえるか、そうです。これはどういうふうにお考えなのか。市長としてこの当て職の団体の役員をやっているんだから、それは市長へのその俸給によって賄うべき問題ではないかと考えるのが当たり前じゃないかと私は思いますけど、もらわない方が本当はいいと思いますが、市長給料の1600万はそれはまあその高をどう判断するかっていうのは僕には分かりませんが、その中での活動をいろいろしているという意味合いでは、適正な金額なのかなと、私も副市長さんも教育長さんも、そして企業管理者さんも、我々特別職は、いわゆる退職金の辞退を行っておりますので、そういう意味で少しもらっておかないと、市長辞めたとき、の1年間の税金を払えないですよね。退職金もらえないなら大変だと思いますよ。そういう意味でちょっとずつ老後の積み立てをやめた時の1年間の税に耐えられるような担税力を高めるため保持するためには必要な金額なんではないかなと我々は考えております。どうでしょうか。みんな土地持ちですから、私以外はみんな資産家のご指定ですから、なんとも言えませんけれども、私はそうやってちょっとずつ貯めております。はい、じゃあ よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。こうやって今回は真面目な、本当に正式な案件としてはあまりなかったものですから、いくつか余分なお話をさせていただくような会見の日に、勝手ながら私の方が、させていただきました。そういう意味でお許しをいただきたいと思います。また次回、次次回こういう案件数がちょっと少ないときにはこういうようなちょっとした内輪のお話をさせていただければいいなと。また広報課、うちの広報課長さん、市政発信課長さんの方もちょうど2年、市政発信課長さんやられて、いろんな取り組みしてきましたので、そういうようなこともちょっと5分間ぐらいお話をさせていただくなり、いろんなことで、ちょっとした、箸休みみたいな時間を今日取らせていただいたことを、勝手ながらお詫びしたいと思います。本当にありがとうございました。
それでは最後にごみ減量課長より、はい、パッカー社の損害に関してちょっとご報告を最後させていただきたいと思います。先ほどすいませんでした、保険適用の関係なんですが、2月の全損になりました車両については現在、保険についての手続きを進めているところだというふうに確認が取れましたのでご報告させてもらいます。よろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして定例記者会見を終了させていただきます。次回の定例記者会見は5月26日火曜日午後2時から11階南会議室で予定をしております。本日はありがとうございました。